こんにちは、おクです。今回は、NiziU の出演した、カウントダウン TV ライブライブの4時間スペシャルについての感想になります。なんですけど、もう本当にさっき NiziU のパフォーマンスが終わって、今、リオちゃんの夏ソング思い出のとこ見たんですけど、ねえ、なんで NiziU ってこんな可愛いのマジで。本当に。なんでもう本当に、もうそれぐらい、毎回やばいんだけど、マジ NiziU がね、歌ってると。私、ニナちゃんの最後のこんなところでも、 ロックオンされた。もうそれまでもスーパーサー歌ってる二0でも相当やばかったのに。 なんでこんな可愛いのと思って、もう今日のビジュアル本当にうち今までのこのクラップクラップのビジュアルの中で一番好きだったなって思うんでね、こんな感じでちょっと見てほしいんですけど、もうめっちゃ可愛くないもう今日ボブリクちゃんね、ボブリクちゃんを見せてくれて、めっちゃ可愛かったじゃん。もうこれ世界に見つかってたというか、もうほんとリクちゃん可愛い可愛いってやつめっちゃ見たし、しかもね、まじみんなビジュアルいいんだけど、もう特にあとあやかちゃんのストレートもほんと可愛すぎてやばかったし、あと前 ゆかちゃんのハーフアップもも個人的にに本当に好きだしもうみんなとにかくビジュアルが神がかりすぎて、ちょっとびっくりしちゃった。もう本当に、今までで一番美しいなと思ったのは、やっぱり、ライブがね、あったからなんじゃないかなって勝手に妄想しちゃった。もうライブがあって、ビジュのね、力をたくさんもらって、なんかすごい20って昨日もライブやってたからさ、すごい忙しいはずなのに、マジで今までで一番キラキラして見えたんよ、今日が。もう多分ね、今日見た人はそう思ったんじゃないかなと思うけど、 本当にビジュアル輝きすぎて。いや、これはね、本当に多分、20にあったからだと私は信じています。はい、というわけでですね、ちょっとね、感想を言っていきたいんですけど、マジでね、このスーパーサマーって曲をこうやってなんか、この7時台ですよ、しかもテレビでやれて、すごい嬉しかったし、20って、そのなんか言葉でここがこう上手くなったよって説明できなかったとしても、毎回 もうめっちゃパワーアップしてるんだけど、本当に。もう今日もめっちゃパワーアップしてませんでした、皆さん。もうそう多分同じこと思われた方めっちゃいるんじゃないかなって思うんですけど、もう興奮しすぎて、もうめちゃめちゃまたビジュアル良くなったなって思うことが本当に多すぎて、もうそれが毎回なんですよね。毎回更新してくれるのがもう、 ね、すごい。ってか、本当に元気もらえる。もうほんとテレビでもこんだけもらえるんだから、それはライブでもらえないわけないよねっていう感じなんですけど、なんかもう、垢抜けすぎ。なんかもともともう、本当に20プロ応援してた時のさ、20どこ行ったってぐらい、もうあまりにも垢抜けすぎて、もう私もびっくりだし、あと、スーパーサマーのね、一人一人の動き超可愛いんだけど、なんか、まやちゃんがすごい、なんか、スンってしててすごい可愛かったの。 <laughs> もうなんかもうキュンってきたし、ね、可愛らしいところでも、やっぱり、と、その曲調によっては、ちょっとその、可愛らしいっていうよりセクシーなね、顔するところがもう好き。ってかもう、まやちゃんの表情管理、マジでも良かったなっていう風うに思ったし、あとね、もうちょっと全体的にやらせてもらうと、まこちゃんがマジでね、やばかった。なんか、なんか20って疲れてるのかな今日大丈夫かなってちょっと心配してる私もいたんですけど、まこちゃんの笑顔を見た瞬間に、大丈夫だって思えるようなまこちゃんなんだけど、本当に毎 もういっつも100点満点叩き出すんだよね、まこちゃんって。それすごいなと思ったし、りおちゃんよ、もう今日のウインクで打ち抜かれた人多くないマジで。もうウインク可愛かったーって思ったし、なんかどんどん最後になるにつれ、多分なんだろうな、その、多分緊張がほぐれてきたのか、なんかすごいなんか表情管理もめちゃめちゃ良くなってて、すごい好きってなったし、はい、りくちゃんはね、輝いてた。 もう映るたびにさ、やっぱりあの金髪のボブのあの可愛い子誰ってなるぐらいもうキラキラしてたんだけど、でも彩香ちゃんもマジ輝いてた。彩香ちゃん結構スーパーサマーとかで真ん中になること多いなと思ったんですけど、もうあのセンター誰ってなったよ絶対ってぐらいもうなんかもう破壊力やばすぎて。 <laughs> もう今日もすごかったし、あと、まゆかちゃんね、まゆかちゃんはさ、もうあのさ、なんかもう、すごい、スン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 さ、後に回してるところかな、あのラップのギャップが良すぎて、もう <laughs>、うん、もうみんな好きなんだよ、みんな好きなんだけど、特に本当にね、すごかったなと思いましたし、あと、みーしちゃんも安定に可愛い、もう可愛いすぎたもう今日も。なんかみんなね、本当に可愛いんだけど、でもなんか、みーしちゃんの笑顔も本当に世界平和だなって、今日も思った、もうなんかもう、 大きなこと言えないなんかもう細かいこと言わなくても多分カウントダウン TV ライブライブを見た皆さんにならきっと伝わるだろうなって思うぐらいなんか本当に今日もミーシちゃんキラキラ輝いててしかもなんかね歌もなんかすごい本当にこれ踊りながら歌ってますかっていうぐらいどっちのクオリティも高かったなと感じました。そしてリマちゃんのねやっと会えたねでめっちゃ泣きそうになったんだけどもうライブで泣いてって感じなんですけど本当にもうめっちゃ泣きそうになったやっと会えたねって聞いた時になんかもう 来たねまずそこで涙腺がもうね、あげつないぐらいぐわってきて。 やばい、これちょっとマジで泣いちゃって撮れないぞと思ったんですけど。もうリマちゃんもあまりにもね、今日かっこよすぎて。なんだけどね、ビジュアルも今日ね、リマちゃんめっちゃ好きだったんだよね、このポニーテール。めっちゃ似合ってない。てか、この衣装めっちゃ好きだし、この衣装といえばね、あっちゃんにあのクイズ出された時で、私がボロボロだった時の思い出すんで、よかったらね、あっちゃんのコラボ動画見てほしいんですけど、本当にね、リマちゃんめちゃめちゃ良かったですし、あと、ニナちゃんのさ、もう海の向こう側までってところがもう、 <laughs> やばかった本当にもう何なの一昨日からさもう高音出しまくってるわけじゃんもう本当に大変だったと思うんだけど今日もめちゃくちゃ美声出しててさもう本当にねもう万年もうさすがすぎて <laughs> ってなったしもうニナちゃんもねめっちゃ ちゃあね、前よりビジュアルがもう綺麗になっちゃって <laughs>、ってなりましたね。もうほんとそれぐらい、もう全員可愛いのはもちろん、もう美しくて綺麗で、もうほんと素敵なね、ステージをね、いっぱい見せてくれて、本当にありがとうっていう気持ちだったので <laughs>、毎回このカウントダウン TV さんからサイン動画みたいなのが上がるので、ちょっとそれを皆さんと見てみたいと思います。ね可愛い,いまやちゃんから始まるんだね。結構さ、壁、いろんなとこかけるんだね。なんかもう描けないのかと思ったけどさ、あ、 二十クラップクラップって書いてる。まやちゃんが最初にそういうのも書いてくれるんだね。え、どこに書こうか悩んでる。え、かわいい。まやちゃんの後ろ姿でももうかわいさが完璧にわかるぜ。え、かわいすぎ。次はハートしとこう。あ、ニナちゃん。左利きのニナちゃん。 いいねてか、このカウントダウン TV の壁やばいね。ここ行きたい。ここマジ聖地巡りしたい。あ、クラップクラップしてたわ。みーちゃん、そこねなんかみんななんか顔みたいなついてて全員可愛いよね、サインマジで。え、可愛すぎるって。あ、まゆかちゃん。まゆかちゃん髪めっちゃ明るいね。なんかもうサインも慣れちゃったもんだよ。ほんとに。 かわいい。みんなでこの英語で書くのいいね。みんなでクラップクラップしてる。あー、かわいい。この切りっぱなしのボブがかわいすぎ。ね、マジでみんなのさ、やばい、このサインのまとまりがかわいい、まず。ね、かわいすぎマジで。あ、リオちゃん。え、かわいいよ、もう。 もう可愛い。てかみんな結構髪明るいよね。そう思ったら。ちゃんとお辞儀して。あ、ね似合うってポニーテール。え、待って、蓋が開かないのウケる。え、待って。めっちゃ面白いんだけど。いいよね。左利きってなんか、天才って感じ。リバちゃんはこのシンプルな感じで。ま、でも私たちが決めたんですけどね、サインもね。私たちの投票によって決まりましたので。あ、あやかちゃん。 かわいいよなぁ。あやかちゃん結構サイン複雑だよね、意外に。なんか。え、かわいい。<laughs> あ、まこちゃん。受けるペンが出ない、出ない。あ、出た出た出た出てた。まあ、そこ書きづらそうだよね、なかなかね。あ、受ける。出るペンで。 えかわい,い縁取りし直してる濃いですね逆にいいんじゃないうん最高うんかわいい20もう本当に楽しい 可愛すぎてて辛いんだけどマジででって感じでちょっとね、もうすぐ私も東京でライブがあるので、楽しんでいきたいと思うし、ちょっと皆さんも今日のね、クラップクラップ、そしてスーパーサーの感想も素直な感想をたくさんちょっとコメントに書いてください。お願いします。ということで、このカウントダウン TV ライブライブも最高だったということで、またね、次回出てもらえたら嬉しいです。そんな感じで本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画も見てください。それでは、バイバイ。